ヒーローインタビューです。ありがとうございます。ヒーローインタビューです。そうですね、前回やられてる相手だったので、今日は絶対にリベンジしてやるという強い気持ちで、マウンドに上がりました。今日は打線が打って打って打ちまくってくれました。この援護についていかがでしょう。そうですね、最初にうまく2点取ってくれたんで、気持ちよく自分のリズムで投げることができました。そして大石翔が先発としての初勝利ということになりました。通算4試合目の先発だったんですけど、前の3試合は勝てなかったので、すごいモヤモヤの気持ちがすごく長かったんですけど、今日勝ててホッとしました。ということになりますが、その新球場ではどんなピッチングをしたいですか。そうですね、来年は、ローテーションで、入り込めるように、精一杯頑張ります。頑張るので、ぜひ、足を運んでいただいて応援よろしくお願いします。